はい、さんこんにちは、中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ボルトのフォワードアシストということで、今回はね、その AR とかね、M16 とか M4 とか HK416 とかね、あとは最近だと MCX のスピアとかね、ああいう AR 系の、バリアントも含めた、クローンも含めた、いろんなやつにね、ちょいちょいついてるこのフォワードアシストってね、何なのっていうね、どういう時使うのとか、どういうもんなのかみたいな、そういう話をね、していきたいなというふうに思います。で、今ちょっと中身見ていくんですが、HK416 に見ていくんですけど、ものによってはね、これね、ついてないんですね。すげえ昔のね、M16 とか、今のね、なんかちょっと弾出ましたけど、今の AR でもね、ついてないのもあったりはします。で、でもそうは言ってもね、MCX のスピアとかね、そういう新しい AR 系のね、銃にもね、ついてるので、いるっちゃいるんだなっていう、そんな感じですね。で、こんな風になってて、普通銃は、こう撃ったらね、こうバーンと撃ったら、こうね、行ったり来たりするじゃないですか、このね、ボルトが。ボルトキャリアですけど。で、行ったり来たりするのが本来の姿なわけですが、一応ね、バーンと撃った時にですね、何らかの理由でですね、なんかこういうね、中途半端な場所でこうガコって止まっちゃう時とかにあるわけですね。こうやってなんかこうオイルが固着してたとかね、たまたま立て付けがなんか変な感じになったとか、そういうことでこうやって変な場所で止まった時に、そういう時にこのフォワードアシストを使うよという。そういうことですね。ここのフォワードアシストの、ノブを押すと、ここを押すと、ここのね、爪が前進して、ここのね、ボルトのね、キャリアにこう、刻まれてるこの溝に噛み合って、本当はね、前に進むという、そういうことですね。で、あとはですね、アンロードした時とかに、チャンバーチェックしようと思って、こうやってアンロードして、ゆっくり戻した時とかに、本当はね、こう、後ろにもこう、なんつうんですかね、バネが入ってるので、ある程度戻るんですが、ちょっとね、もうちょっとちゃんとしっかり閉鎖したいなと思った時に、なんか閉鎖が不完全だなというふうになった時に、こう、ガッとね、ここのフォワードアシストで押すというものですね。で、逆になんつうんですかね、ないやつはじゃあどうやんのって話になりますが、ないやつはもうひたすらこれで、このね、後ろに引いて離して、これで頑張るしかないんですが、これだとね、なんつうんですかね、こっちが外側なので、ここのね、チャージングハンドル外側にあるので、こうできるんですが、なんつうんですかね、これ下手するとこう、後ろに下がりっぱなしになって、この状態になって、チャージングハンドルだけがね、こう前に戻ってきちゃうみたいな、そういうことにね、なったりするかもしれんから、だからこそ一応こういうフォワードアシストっていうのがあって、こんな溝がね、こう、ぎっちりね、刻んであるよという、そういう風になってます。はい。で、これがね、フォワードアシストなんですが、普通の銃の場合は、普通の銃っていう言い方もあれですけど、他の銃の場合は、例えば AK とかだったら、こんなのはですね、蹴ればいいんですね、最悪ねっていう話で、キックしろみたいなね、話になってきて、どういうことかっていうと、バーン撃つわけですが、これはね、レシプロケートするので、これは連動して動くので、こうやって変な場所で詰まったら、もうここをですね、思いっきり蹴れみたいなね、なんか木とかにぶつけてね、なんか無理やり閉じろみたいなね。で、そんなことして大丈夫なのかとね、心の底から思いますが、そういう風に書いてあるものもあったりはします。はい。ちゃんとね、そんなにことして方がいいのか、しない方がいいのかっていうのはね、なんとも言えない部分な気がしますが、でもこういうのはね、こう、直接繋がってるので、なんか中途半端な場所で、なんつうんですかね、止まっても、どうとでもなるっていう、そういうことですね。結構そういう銃もありますね。CZ の805もね、そうですし、こうやってね、ここがガチャガチャ動く。スカーとかもね、今はね、ノンレシプロケートのやつありますけど、もともとはね、ガチャガチャ動くやつで、無理やり普通にね、動かねえと思ったらね、こうやってね、ガチャガチャするという、そういうものですね。こうなってるので、これをね、このレバーでね、無理やりね、こう、なんとかできるという、変な場所に詰まってもね。という、そういうものになってます。はい。ということでね、今回はね、エアガンでは絶対に使わないね、ボルトのフォワードアシストですが、何のためについてるのかとか、そういう話をね、させていただきました。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。